と、どうも、どうも、料理お姉さんリュウジです。はい、ということですね、今回はですね、大変長らくお待たせいたしました。皆さんがですね、めちゃめちゃ食べたいんじゃないかと、この時期に鍋料理ですね。今回、至高シリーズの鍋料理でございます。最もポピュラーな鍋と言っても過言ではない至高の寄せ鍋。寄せ鍋っていつもどうやって作ってますか？鍋つゆとかでやれる方もいらっしゃると思うんですけども、寄せ鍋ってその鍋つゆ自体をですね、手作りで作るとめちゃくちゃうまいんですよ。市販の鍋つゆも美味しいんですけども、手作りで作るとまた一味違ったね、深みのある味わいになるんですね。私、研究に研究を重ねて最高の寄せ鍋のスープを引っ提げてきました。スープが最高に美味しい鍋なんですけども、ぜひこの寄せ鍋にはこれを入れていただきたいっていうね、食材があります。それとともにちょっと今回はご紹介させていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料紹介いきたいと思います。基本的な具材ですね。基本的にお好きなものを入れていただいてもいいんですけども、まあ外せないものとして白菜と鶏肉、は外せないかなっていうふうに思います。はい、あと魚介は1個入れた方がいいかな。で、あとお豆腐も入れた方がいいかなと思います。はい、キノコ類も、キノコはえのきじゃなくてもいいです。はい、鶏もも肉ですね。1枚で、白菜ですね。はい、白菜はね、トロトロになって鍋に合いますんで、これ入れてください。で、水菜もね、彩りになりますし、鮭とかもありますので、水菜入れましょう。で、あと、エビ。まあ、これはあってもなくてもいいんですけど、もう出汁が出ますね。はい、あと、プリッとしたところがすごくいいです。たら2切れ。これは他のお魚でも全然平気です。切り身だったら。木綿の豆腐ですね。絹でも悪くないんですが、絹だとね、崩れやすいんですよね。なんで、木綿が僕は好きです。で、あと、人参、彩り。半分。あと、えのきだけ。まあ、これはもう1袋。あと、鰹節がね、結構たっぷり。今回はね、出汁を、鰹節の香りも入れていくんで、鰹節8グラム。それでですね、で、今回、もうぜひ入れていただきたい食材がありまして、こちらですね、マロリンちゃんです。はい、鍋にはマロニーちゃんって、僕の実家とかでも入れるんですけども、マロニーちゃんっていうイメージすごくあると思うんですけども、今回の至高の寄せ鍋めちゃくちゃ合うんです。なぜかというと、スープがめちゃくちゃうまいです。今回これをですね、このマロニーちゃんがですね、全部吸ってくれるんですよ。うまいスープを吸ったうまいマロニーちゃんは最高にうまいに決まってるじゃないですか。これね、ぜひ用意してほしいです。このマロニーちゃんが最高にうまくなるこの鍋、今回はですね、作っていきたいと。じゃあ今回ですね、至高の、寄せ鍋作っていくんですけども、やっぱりですね、自ら至高にしていかないといけないと思いますので、日本酒で飲んで、飲みながら至高になっていきたいと思います。いただきます。あー、至高になれる。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、これ鰹節なんですけども、後でスープ取っていくんで、これね、まず粉にします。電子レンジで1分、600ワット1分。で、水分飛ばすことにより、カツオの粉になることによって、出汁の出が早くなりますんで、熱されることによって、香りも立つんですね。なんで、これやってください。はい、そしたら、これやってる間に材料を切っていきたいと思います。まずね、白菜。こうやって叩くんですね。叩いて、削いでいく。こうやって。そうすると、断面がね、増えますんで、よりね、トロットロに、仕上がります。これ叩いて叩くとね、切りやすくなりますから。結構たんまりになりますね。水菜ここ切り落として、箸でつまみやすい感じなんで、もう4センチぐらいの感じでやっていきましょう。お豆腐はね、最後にね、入れた方がいいんですけど、こんな感じで5分ぐらいかな。人参はね、こうやって半分に切って、で、薄切り、斜めに薄切ってください。これがね、一番鍋物は綺麗だと。皮むかないでいいです。煮ていくとね、皮もう問題なく食べられますので、ね、歯にも残らないので、こんな感じで切ってくださいね。えのきはまあなんか、もう僕はね、ここら辺ぶった切っちゃうんですけど、僕はね、こう半分ぐらいにします。ここら辺かな、ここら辺に入れていきますね。はい、こんな感じかな。単4人もありますんでね。まあ鶏肉はもう僕の場合こうやって半分に切ります。
半分に切ってからまあまあ若干こう削ぐように切る感じですね。なんかね、お肉も入れちゃいました。タラはね、こう半分ぐらいに切ってもう入れちゃいましょう。タラじゃなくても鮭とかでもね結構美味しいんですけどね。今回ちょっとね、これまあお好みでいいんですけども、僕殻付きでやる派なんで、見た目的にで殻付きのエビを使う場合って隙間あるじゃないですか。隙間に用紙刺して、こうやって引くと背わた全部取れますんで、なんか、後で殻むくの面倒だなっていう方はここで殻むいていただいてもいいですけども、ちょっとね見栄え的に結構ねこっちの方がねいいんですよね。背わただけ取ります、今回は。でまあここにエビちゃんも、はい、これがまあいい出汁出るんですよね。人参さん、人参さん、人参さん、ここにお豆腐をちょっと入れ込んじゃいます。こんな感じです。めちゃくちゃうまそうですよ。この時点でうまそうじゃないですか。切るのはこれで終了なんで、これはまあもう置いといてください。これから鍋つゆを、肝になっていく鍋つゆを作っていきます。さっき1分間チンしたかつお節あると思うんです。バリバリになってるんで揉んでください。すっごいいい香りが漂っていきます。まあもう鍋に入れていっちゃいます。はい、これがね結構ベースの味になります。お水ね 900cc 入れます。はい、900cc。 清酒ですね。料理酒っていうか塩分がついてないものにしてください。料理用酒だと塩分がついてるものもあるんですけども、清酒って書いてあるやつね。そしたら僕にも清酒を加えていきます。うまみ調味料1234567 8振りです。うまみ調味料、昆布だしの代わり。よさべってかつおだしと昆布だしの合わせだしで作られることが多いんですね。昆布だと結構時間がかかってしまうので、今回はうまみ調味料。逆にねそうするとねかつおの香りがすごく立って、うまみ調味料で作った方がうまかったりします。なぜかというと昆布のね香りがしないんでね、かつおの香りが引き立つっていうことなんです。まずねお塩、普通のお塩で大丈夫です。はい、小さじ1と1/3。お醤油が大さじ2杯。あ、これもほんと味付けですね。はい、みりん、これが大さじ2杯です。そしたら一回ね沸かしてください。これ沸かすことによってつおの粉からこう味がどん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 このつゆに移るんでね、完全に沸騰するまで、やっていきます。じゃあこんな感じで沸騰してきました。沸騰したらですねちょっと弱火で1、2分ちょっとね味を出すために煮てください。あともうアルコールもこの2分間の間に飛んでいきますんで、沸騰したら大体1、2分やってください。これで煮たら大体最高の鍋になりますんで、これは覚えておいてください。2分ぐらい経ちましたので、もうこれで鍋つゆも完成。あとはここにこして入れるだけなんで、入れていきたいと思います。じゃあやっていきます。これねまあ、このまんま入れてもまあ鰹節が粉になってるのでそこまで当たんないんですが、僕はやっぱり寄せ鍋ってやっぱり高級感が大事だと思うんで、今回こします。キッチンペーパー、これザルにキッチンペーパー引いていただいて、ここから流していただければいいので、今回試行シリーズなので割と丁寧にやってますよ。だしはもう全部入れていただいてもいいですし、少し残してね最後に雑炊とかもできますんで、僕はね今回全部入れちゃおうと思います。粉になってるからねこうやって残るんですけどね、だし殻がね。だし殻入れてもいいんですけどね、結構ねブシブシしちゃうので、入れればこしていただいた方がいいかなっていうふうに思います。まあ最初は具材も入って、スープの温度が、低くなってますんで最初は強火でいいです。これいつ使うんだよと思ってるでしょ皆さん。これからなんですよ。マロニーさんは食べ頃がね5分なんですよね。だからこれちょっと5分以上、煮ないといけないんで、逆算して5分でちょうどいい時にマロニーさん入れる、これがポイントです。はい、じゃあですね肉はもうちょいで煮える感じですね。お肉が煮えてまあ白菜がとろとろになったらできるくらいなんで、沸騰してからまあ10分か15分ぐらい煮ていただきたいっていうのはあるんですけども、逆算してマロニーちゃんです。1袋ね 100g で売ってるものが多いんですけども、まあ半量ぐらい 40g ぐらい 50g ぐらいまずは入れてください。あと足してもいいのでこれって入れていくんですよ。こうやって
最高のスープを吸ってくれるんです。だからマロニーちゃん自体がめっちゃうまくなる。でこの状態でマロニーちゃんが、煮えるまで、5分ぐらいまた煮て、いきたいと思います。はい、じゃあ大体ね、15分から20分ぐらい、沸騰してから煮たのがこちらです。はい、ではいただきたいと思います。幸せな時間があっていいんでしょうか。白菜もね、ちょっと下の方がとろっと煮えてるんで下の方からいっちゃいましょう。黄金マロニーですよ、これもう今回の主役と言っても過言ではない。スープですね、いただきたいと思います。いただきます。まずちょっとタラからいいですか。うおうまっ。だしがうますぎる。だしやばい。鶏肉もたまんねえな。これだしの香りが全然違いますね。マロニーいっていいですか。マロニーさんと呼ばせてください。最高にうまいね。スープのね、この鍋つゆとの相性が抜群に、めっちゃうまい。エビちゃんもいいですか。殻剥いてね食べるのは結構好きなんですよね。これはね、煮込めば煮込むほどね、だしの味がここに移って美味しくなるタイプなんで、煮詰まった時も考えて、ちょっとね塩分は全体的に見るとそこまで強くないです。なのでこの状態のままで味濃いめがいいなっていう方は、お塩だけ足してください。だしは十分なので、ちょい塩足してもいい。これ以外何もいらない夕食。はい、早速いただきます。いただきます。はい、うまっ。ちょっといきますね。マロニーが一番この鍋のうまさわかるから。やばいっすね。マロニー絶対入れてほしいんだよね。つゆのうまさイコールでもありますもんね。うん、だしがさ、めちゃめちゃホッとする味っすね。つゆがめちゃめちゃ上品なんですよ。上品でしょ。このつゆの使い方ね、絶対覚えてほしいんですよね。最高のスープだもん。これからの季節にフルリピートでしょ、これ。もう鍋だから、ちょっと締めやりたいんで、はい、締めまでつけてもらっていいですか。わかりました。はい、じゃあちょっと、これはみんなで食べて、ちょっと締めに持ってきます。締め作ってきます。マロニーちゃんを使った締め。マロニーちゃんだけだと食べてるのと同じくなっちゃうので、ちょっとね今回雑炊チックにする。ご飯が 200g ぐらいなんで、だいたいまあ20から 30g ぐらいのマロニーちゃんね入れてください。食感が生まれますんでね、これね。ご飯ですね。これザルに入れます。でこれ流水で洗うんですね。洗ってください。雑炊はね洗ってご飯のでんぷん取るとすごくいいです。さらっといける。こうやって洗ってください。はい、でちょっと水気切っとく。できたらでいいんですけども、ちょっとね切ってあげるといいです、マロニーちゃん。でさっき洗ったご飯、これを投入します。ご飯だけだとね結構ね食感がなくなるんですけども、マロニーちゃんがあるからねプリッとした食感がこの雑炊に加わるんですね。軽く僕はお塩、この状態だったら弱火でいいです。この回しかけます。世界で一番うまい雑炊です、これ。ここで蓋して、卵、僕は半熟が好きなんで半熟まで、ほんと1分ぐらい待ちます。はい、それでは蓋開けてみましょう。どうぞ、ね、刻みネギ、ね、いりごま、これじゃ最高のマロニー雑炊、これ食ってください。締めいただきましょう。いただきます。うまっ。いや、めちゃめちゃうまいっすね。うまいでしょ。うまいっすね。うまいんだよ。ところどころにマロニー入ってるからちょっと具みたいな感じになるんだよ、今度ね。うまっ。うまっ。ありがたい。もう大好き、これ。幸せ気分すぎてもうちょっとあれだわ。やっぱこの鍋好きだわ。この締めまでやってほしいね。最後でした。チャーザー。チャーザー。
このね、マロニーちゃん、あ、いやもうマロニー様と呼ばせてください。鍋が生きる、本当に俺本当に気合入れて作って本当にいいものを届けたいと思ってやったんで、やってほしい、本当に。よろしくお願いします。マロニーちゃん入れてやってみてください。どうぞ。あ、おお、どうどう、どうです、どうですかこれ。ということで、はい、あいつさ、はい、何シコ、シコの合わせ、あ、シコの合わせはね、と、あとマロ、ちょっと気持ちよくないし、あの、気持ちよくないし、あ、ということで、あの、皆さん、あの、このね、マロニー、あ、いやもう、マロニー様と呼ばせてください。